はい、こんにちは。皆さん明けましておめでとうございます。今日は新年初走りということで、ロードバイクに乗って、名古屋の街をポタリングしております。今日ねちょっとトライしたかったのが GoPro Max をネックマウントに装着したらどんな感じで撮れるのかなというところで、水平のね維持機能をオンにした状態で撮影しています。どんな感じの画角でしょうか。今 MAX スーパービューで撮影しています。いや今年もね始まりましたね。皆さんにとってね良い年になるようにお祈りしております。このねグローブをね冬を買ってないので、この指焼きのものなんですけれども、めっちゃ寒いっすね。あと風がやばいです。風切り音どうでしょう。かなりゴワゴワいっちゃってるかもしれません。GoPro Max の内蔵マイクで撮影しています。あとね顔に当たる風がすごい冷たい。ロードバイク乗ってからね冬初めてなんですけれども、これはね結構寒いですね。皆さん防寒対策どうしてるんでしょうか。今日はねクライムライトジャケットを着ていますので、まあ、風はね体の中に入ってくるってことはないんですけども、顔とかね露出している部分が非常に寒いので、ちょっとねこの防寒対策っていうのは必要なのかなというふうに思っています。いやさすがにねホース観音寄ってみましたけれども、激込みですね。初詣で今お参りせずにまた別途来ようと思います。では続いてタイムワープで撮影してみたいと思います。ということで名城公園にやってきました。ちょっとサイクリングコースをぐるっと一周ゆっくりと走りたいと思います。ということでいかがでしたでしょうか。名古屋の街を元旦にポタリングしてみました。 GoPro Max とネックマウントの組み合わせ結構最強かもしれません。 GoPro Hero 7よりも重さがありますので、ぴょんぴょん跳ねるといったことも少なくね安定感があります。そして水平維持機能によって傾いても、今これ傾けてるんですけど水平を維持してくれる機能なので、ちゃんと水平を保っているか水平向いているかっていうのを気にせず撮影することができます。いやなかなか素晴らしいんじゃないでしょうか。これでネックマウントがにより活かされると思います。ということで、本年もよろしくお願いいたします。最後タイムワープの動画でお別れです。ありがとうございます。